アラン・スミスは、イングランド出身のサッカー選手、サッカー指導者。ポジションはミッドフィールダー、もしくはフォワード。1998年にリーズユナイテッド、AFC でリーグ戦デビューを果たし、その日に初ゴールを決める。当初ストライカーとして活躍する一方、血の毛の多さが災いして、ラフプレーによる退場や出場停止が目立っていた。2000から01シーズンでは、 リーズの UEFA チャンピオンズリーグ4強進出に貢献。2001年にイングランド代表デビューを果たす。2003年には観客が投げ込んだペットボトルをスタンドに投げ返し、それが別の観客に当たってしまい逮捕されるという事件を起こし、問題児ぶりを発揮してしまう。リーズのプレミアリーグからの降格に伴い、財政難から放出を余儀なくされ、2004年に マンチェスターユナイテッド FCA 移籍、アレックス・ファーガソン監督の指導もあって、問題児ぶりは影を潜め投資を全面に押し出す、選手に変貌。2005から06シーズンからは中盤センターのポジションに怪我人が続出し、さらにシーズン途中の首相ロイキーンの突然の対談が重なった関係からミッドフィールダーにコンバートされ、キーンの後継者として期待された。しかし、 このシーズンの FA カップ、リバプール FC 戦で悲劇が彼を襲う。後半途中から出場したスミスは、4R ネリセのフリーキックをブロックしようとして、着地に失敗、左足複雑骨折、左足首関節打球、人体損傷という選手生命も脅かしかねない、重傷を負ってしまう。結果的に、ドイツ W 杯も棒に振ることになってしまった。 懸命のリハビリを経て2006から07シーズン後半にようやく復帰。クラブが中盤のポジションにマイケル・キャリックを獲得し、ルートファンにステルローイを放出した関係で再度フォワードにコンバートされる。しかしウェイン・ルーニーなどの他のフォワード陣が好調で、シーズン途中のヘンリ・クラーションの短期レンタルなどもあって、リーグ戦ではわずか9試合の出場に終わってしまう。 2007から08シーズンにはカルロス・テベスの加入でさらに出場機会が減少することが予想されたことからニューカッスル・ユナイテッド FC に移籍。5年契約で移籍金は600万ポンド。かつてリーズ・ユナイテッドでチームメイトであったマーク・ビルカ、ジェームズ・ミルナーと同じクラブに所属することとなった。ニューカッスルでは本格的にミッドフィールダーに転向しチームの主力に定着した。 激しいタックルは健在だが、無意味なラフプレーは少なくなった。2008から09シーズンは、またしても怪我に泣かされ、シーズンの大半を棒に振ることになってしまった。復帰後もチームは制裁を書き、降格の浮き目にあった。2009から10シーズン、チャンピオンシップ降格の後は怪我で欠場中の、ニッキーバットの代わりにキャプテンマークを巻く。 バットが怪我から復帰してからもそのままキャプテンを任され、バットのポジションを完全に手に入れる。このシーズン、ニューカススルは圧倒的な強さでチャンピオンシップ優勝を果たし、見事に1年でプレミアリーグに帰り咲いた。快進撃を続けるチームにあって、スミスはゲームキャプテンとして、中盤の底で安定したパフォーマンスを発揮、チームのバランサーの役割をこなし、 ニューカッスルの心臓と言われ、圧倒的な存在感を見せた。しかしその反面、ゴールという結果からは大きく遠ざかり、結局ニューカッスルでは無得点に終わった。2012年1月29日、ミルトン・キーンズ・ドンズ FC にシーズン終了までの期限でレンタル移籍した。7月10日にはミルトン・キーンズ・ドンズへの完全移籍が発表され、2年契約にサインした。 ミルトン・キーンズ・ドンズでは、不慣れなセンターバックのポジションを任されることもあった。2014年、高知県人でノッツ・カウンティ・ FC に移籍した。2017年には監督代行も務めた。2017から18シーズン終了後に放出された。ありがとうございます。